様々な事情が重なり、最近鉄道各社で運賃値上げが相次いで発表されています。皆さんこんにちは。コツワズ鉄道チャンネルへようこそ。鉄道を利用する際に必ず鉄道会社へ払わなければならないのが運賃ですが、2023年の3月から4月をめどに値上げすると発表する鉄道会社が相次いでいます。値上げ幅は鉄道会社によって異なりますが、ほとんどで通勤定期の値上げも予定されているため、電車通勤をしている人には大きな痛手となりそうです。ではなぜ各鉄道会社は運賃の値上げに踏み切ったのでしょうか。この動画をご覧いただくことによって、各鉄道会社が運賃の値上げに踏み切った理由がわかると思います。それでは本編へどうぞ。鉄道の運賃とは。そもそも鉄道における運賃とは、鉄道会社が提供する輸送サービスに対して利用者が払うお金のことです。対して鉄道における料金とは、設備の利用や付加サービスを利用した際に支払う対価のことになります。特急列車を利用する際に払う特急料金や、寝台車を利用する際に払う寝台料金、グリーン車を利用する際に払うグリーン料金が該当します。つまり運賃はどんな列車を利用しても必ず払わなければならない費用のことです。鉄道を営業する際は鉄道事業法という法律にのっとって行う必要があり、運賃や料金に関してもいくつかのルールが規定されています。まず運賃を設定や改定する場合は、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。そのため基本的に鉄道会社が好き勝手に運賃を設定できるわけではないということです。認可するかどうかの基準は、適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えていないかどうかがポイントになってきます。これは簡単に言うと、鉄道会社が必要以上に利益が出るような運賃に設定してはいけないということです。こういったポイントなどを踏まえて担当部署がチェックを行い、問題がなければ国土交通大臣から認可が下り、運賃の設定や変更が行えます。最近運賃の値上げ発表が相次ぐ。鉄道利用者が必ず支払うことになる運賃ですが、現在複数の鉄道会社が運賃の値上げを行うと発表しています。2022年7月現在、運賃の値上げを発表している主な鉄道会社は、 JR 東日本をはじめ、 JR 西日本、東急、近鉄、東京メトロなどです。まず JR 東日本は2023年3月に電車特定区間の運賃を10円値上げすることを発表しています。この電車特定区間内では他の区間と比べて安く利用できるようになっており、今回の値上げは都心部に設定されている特定区間のみとなっています。そのため電車特定区間外では運賃は今まで通りの金額です。また運賃の値上げに伴って通勤定期の料金も値上がりする予定になっています。1ヶ月定期の場合は280円値上がりし、3ヶ月定期は790円、6ヶ月定期は1420円値上がりする予定です。学生用の通学定期は値上げの予定はなく、現在の料金のまま、据え置きのままの予定になっています。東京メトロも2023年3月をめどに運賃の値上げを行うと発表しています。東京メトロの全線で運賃を10円値上げする予定で、現在170円の初乗り運賃が180円になります。そして運賃値上げに伴って通勤定期も値上がりする予定で、1ヶ月定期では370円、3ヶ月定期では1050円、または1060円、6ヶ月定期では1990円、または2000円の値上がりの予定です。
通学定期に関しては JR 東日本と同じく現在の料金のまま据え置きという予定になります。関西圏の鉄道事業者では JR 西日本も運賃の値上げを発表しており、値上げは2023年の4月から適用される予定です。運賃の値上げを行うのは特定区間運賃が設定されている315区間のうち34区間で10円から40円程度値上がりします。また6ヶ月の通勤定期のみ値上げする区間もあり、65区間で最大 15% 値上がりする予定です。一方、私鉄に目を向けてみるとどうでしょうか。関東圏の私鉄では東急が2023年3月に運賃の値上げを行うと発表しています。値上げの対象となるのは東横線、田園都市線、大井町線、池上線、東急多摩川線、世田谷線、目黒線の7路線で、子どもの国線に関しては据え置きのままの予定です。平均 12.9% の値上がりになる予定で、初乗り運賃は一律140円と10円ほど値上がりする予定です。通勤定期も値上がりする予定で、値上げ幅は普通運賃と同程度の予定です。他に関西・中部圏の鉄道事業者でも、近鉄が2023年4月をめどに運賃の値上げを行う予定であることを発表しています。近鉄の場合は平均改定率 17% で、乗車距離によって20円から580円の値上げになる予定です。現在近鉄の初乗り運賃は160円ですが、来年4月に運賃の改定後の初乗り運賃は20円値上がりして180円になります。また運賃の値上げに伴って定期券も値上がりする予定です。通勤定期は平均 18.3%、 通学定期は平均 9.2% の値上がりを予定しています。運賃の値上げを発表している他の鉄道会社では、定期の値上げは通勤定期のみで、学生が通学時に利用する通学定期は性質上据え置きのままにするところがほとんどでした。しかし近鉄の場合は通勤定期よりも値上げの幅は小さいものの、値上げを行うが他の鉄道会社との違いです。相次ぐ鉄道会社の運賃値上げの発表ですが、その背景には大きく2つの理由があります。まず1つ目の理由として、駅を中心にバリアフリー化していくためのコストが増えていることが挙げられます。以前と比べて今の鉄道には誰でも気軽かつ安全に利用できる環境を整えることが求められており、エレベーターやエスカレーターの設置などを多くの鉄道会社で進められている状況です。しかしエレベーターの設置をはじめ、バリアフリー対応設備の設置などの改修工事には莫大の費用がかかり、予算にも限度があるため、全ての駅でバリアフリー化を行うには時間がかかってしまいます。そういった状況を改善し、スムーズに鉄道のバリアフリー化が行われるよう、国によって鉄道駅バリアフリー料金制度という制度が新たに作られました。この制度の対象となるのは東京、大阪、名古屋の三大都市圏で鉄道を運行している JR と大手私鉄です。この制度を利用することによって、駅のバリアフリー化を行うために必要な費用を通常運賃に上乗せすることが認められます。大都市圏の鉄道利用者にバリアフリー化に必要な費用を負担してもらい、本来国や地方自治体、鉄道会社が負担していた大都市圏の整備費用を地方に回し、我が国全体における鉄道のバリアフリー化を促進させることを目指しています。2つ目の理由は、鉄道運行にかかる費用が増えていることが挙げられます。社会情勢の変化によって多くの鉄道会社で利用者が減っており、今までのように売り上げを出すことが難しくなってきました。一方で一昔前と比べると、鉄道運行にかかる費用が増えていることが挙げられます。
鉄道会社に求められるサービスレベルが増大しています。また、利用者が安心かつ快適に鉄道を利用できるよう、設備の改修や鉄道車両の更新なども必要です。さらに近年では、鉄道車両内で凶悪な犯罪も増えてきました。そういった犯罪の抑止のために、鉄道車両内に防犯カメラを設置することも増えてきており、防犯対策にかける費用も増えてきています。つまり、利用者が減っても求められているサービスレベルを維持し、設備の改修や車両の更新を行っていくために、運賃の値上げを行うということです。運賃値上げを行う理由は？では、各鉄道会社は実際どういった理由で運賃の値上げを行っているのでしょうか。まず、JR 東日本ではどういった理由で運賃値上げを行うのでしょうか。JR 東日本の場合は、新しく作られた鉄道駅バリアフリー料金制度を利用した運賃の値上げです。現在、JR 東日本ではホームドアの設置を進めており、制度を利用することによって2031年度末までに330駅758番線への設置を完了させることになっています。また東京メトロも JR 東日本と同じく鉄道駅バリアフリー料金制度を利用した運賃の値上げです。値上げ分は東京メトロ各駅でエレベーターやエスカレーターなどを設置し、バリアフリー化を促進するために使われる予定になっています。対して、東急や近鉄、JR 西日本などは、鉄道駅バリアフリー料金制度とは違った理由で値上げの実施を行うことになっています。JR 西日本は、定期券利用者が減少し、収益が減っていますが、今後、定期券利用者の回復が見込めないため、運賃の値上げを決断しました。関西圏の一部の区間は大手私鉄と競合しており、競合する鉄道会社に対抗するため、他の区間よりも割安の運賃が設定されています。今回の値上げでは、そういった割安運賃が設定されている区間の運賃が見直される形です。東急の値上げも定期利用者の減少を受け、安心で安全な鉄道運行を継続して行っていくために運賃の値上げを行います。そして運賃値上げを発表している近鉄も理由は同じで、収入減少を補って健全な鉄道の運行を行っていくために運賃の値上げを決断しました。詳しいことは省きますが、近鉄の場合はその収益構造ゆえに鉄道運営に今まで困難を極めていた過去があります。その例として、一般車両の導入が2008年7月を最後に全く導入されておらず、一般的な耐用年数を大幅に超える老朽車両も多く保有しています。運賃値上げを行うことで、新車導入に必要な資金をより多く確保し、老朽車両の取り替えを行うといった施策も行うものと考えられます。このほか、正式な運賃値上げを行う発表こそしていませんが、運賃の値上げを検討する鉄道会社もいくつかあります。例えば、名古屋を中心に鉄道路線を展開する名鉄では、現状、正式な運賃値上げの発表は行っていませんが、今後、運賃の値上げを行うことを検討しています。名鉄も他の鉄道会社同様、社会情勢の変化によって定期利用者が減少したことによって売上が低下している状況です。名鉄ではターミナル駅である名鉄名古屋駅の改修と駅周辺の再開発を計画していましたが、売上の減少を受けて再開発計画は一旦白紙状態になっています。その他、関東の私鉄では、京王も値上げの発表は行っていませんが、2023年度後半をめどに実施する方向で検討中です。社会情勢が変化し、利用者が減って収益は減る一方、今後、防犯対策や駅のバリアフリー化などに
駅などの投資がかさむことが予想されるため、そういった投資への費用を捻出するために運賃の値上げの検討をしています。このように各鉄道会社はそれぞれの事情で運賃の値上げに踏み切っています。しかし本来であれば値上げが許されるくらい日本の経済が成長することが重要に感じます。つまり運賃値上げが消費税増税維持以外でここ最近相次いで大々的に行われなかった理由には、日本の根本的経済事情にあると考えられます。実は1990年代くらいまで鉄道各社は運賃値上げを相次いで行っていたと考えられます。例えば国鉄の入場券で比較すると、1951年11月から10円だったものが、1966年頃から20円、30円、60円と毎年のように値上げを行っていました。最終的に1987年に現行の運賃の大元が出来上がり、その後1996年に北海道、四国、九州の3等会社の値上げこそありましたが、国鉄、JR の入場券ベースで見てみると、基本的には分割民営化当時の運賃から据え置かれ、そのままの運賃体制で推移していました。しかし、バブル崩壊以降の日本の長期不況によって、給料体系含め様々な金額が上がっていない面が散見されています。世界的には経済成長している中で、日本は世界経済の成長から取り残されています。本来は鉄道運賃含め全体的な金額が上がっていないといけないところ、全くと言ってもいいほど上がっていないのです。そのため、ある意味このタイミングでの運賃値上げのラッシュは自然であるとウプ主は考えています。日本の経済成長が今後実現することを祈ると同時に、我々も鉄道だけにとどまらず、さまざまな値上げを許容できるよう、自分ができる範囲内で、ウプ主も含め、より稼げるような人間になれるように、一人一人が今後、より一層努力すべきなのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、運賃を決めたり変えたりするときは国土交通大臣からの認可が必要なこと、 JR 東日本をはじめ東京メトロや東急、近鉄などが2023年の3月から4月にかけての時期に運賃の値上げを発表していること、運賃の値上げの背景には社会情勢の変化などで収益が減ったり車両の更新など経費が増大していたりすること、バリアフリー化促進のために新しく作られた鉄道駅バリアフリー料金制度を利用して運賃の値上げを行う鉄道会社もあることなどについて分かったのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをよろしくお願いします。またチャンネル登録についてもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。